みんなでシャワー気持ちいいね。皆さん音あれもさ。ゲンさんも一緒に浴びる？インパスターやりたい。ね、ああ、噛み落ちた。ナイスマジっすか。死にに行ってる。暴論だ。ダウンロール、ダウンロール。シュッ。ピンク。ここにピンク、あなたからピンク、白。あ、もうほぼ30秒と思ってましたのに、3秒前とか2秒前とかです。うん、それで直近で見ました。メインから右に行ってましたね。直近？うん、あ、直近じゃないか。もうめっちゃ直近。僕が見たのはマジで本当に、僕と酒屋さんが見たのは本当に2秒前とか3秒前とか。場所はメインですね。メインと酒屋さんがエンジンの方に行って、夏目先生がメインの方に行って、で僕が昇降機まで行ったぐらいでなりましたね。あ、じゃあ僕と東屋さんとゾネキさんはコックピットで3人、うん、コミュニケーションサポート後いたんで無理です、うん、同じ認識です。東屋さん、ゾネキさん、はい。あの LG むちゃくちゃ浮いてるんで言います、貨物脇、電気の場所、エレクトリカルタスク2個、セキュリティ通過、キッチンの右の、ドアのとこで終わってます。誰と待ってません。エロちゃん視点、僕白置けますよね、うん、絶対できないと思う、移動距離的に、はい、うん、でエロちゃんが逆にどこ行ったか聞きたいです。初手僕ら貨物脇なんですけど、うん、ね、コミサボ鳴った時に、コミサボ鳴ってから俺金庫タスク終わって、でアーカイブ行った時には治って、でアーカイブのタスク1個やって、で今下ってるとこだね。シャワーのとこ、シャワー入るぐらい。マイクもついたっけ。バチバチ怪しい。貨物脇俺とアルマくんかな。あ、そうですね、僕ら2人だけ。あれ俺貨物なかったっけ、うん、まあいいや、ごめんなさい、分かんない。俺は速攻で金庫の方行っちゃってんで。僕とエロちゃんもそう、最速で金庫の方行って。じゃあ俺が脇遅かったから、ごめんなさい。だから一時的に怪しいと思うけど、ただ今メイン入ったばっかっていう話で、あれもシャワーから右に行ったって言ったんでしたっけ。うん、ギリギリシャワー行けるか行けないかぐらいかな。あ、ごめんなさい、メインから右って聞こえました、ごめんなさい。うん、だから位置的には近いけど、俺はアルマクは間に合わないし、俺も間に合わないと思うんだけど、どうかなって感じ。うん、夏目さんの目撃情報出されたのが先端さんと僕です。さくやさん、うん、なるほど。そこの二郎じゃない限りはエロちゃんエレジだけですかね、うちですが、うん、今の話だとエレジさんの方が濃そうな印象でしたけど、うん、まあ全然、ね、やるならサンロラまで行ってほしいな。でもケアで、サンロラ、サンロラ、そのニローケアも含めて、僕と酒屋さんのニローズ。なるほど。いや、ないと思う。え、マジ。あ、じゃあ、え、違うの。あ、じゃあいいや。いや、まあ合ってますよ、主張は。そうそう。はい、なしでごめんなさい。ごめんなさい、サンロラするなら待ちたいなって思っちゃいますけど、どうなんですかね。僕はサンロラはやりたくないです。
なんかそれぞれぐらいだったら私としては LG さんだけ単品で釣って待つぐらいがちょうどバランス取れるかなって思ってます。あ、まあ、あの僕目線もちろん僕白なので釣っていただいて構わないんですけど、そしたら、まあ、はい、あのキルペースよく見ていただきたいです。そこだけお願いします。はい、だったらまあ、でも僕エロちゃんさんも一番近い位置ならエロちゃんさんまでローラーしたいと思っちゃうんですけど、アルマさんしてエロちゃんさんってどんな、いやこれあの僕金庫のタスクを開いていたのでちょっといつ金庫から離れたか分からなくて、エロちゃんが、なるほど、だからその離れた時間によると思って、でまあ僕が終わった時にはすでにいなかったって認識です、うん、一応酒屋さんが完全にできないとはちょっと言い切れないかもしれない。あ、でも98%無理だと思うけど。え、まあ、そんなに容疑者って言うなら釣らないでほしいよ。なんかじわじわ今容疑者が増えて。いやでも、いや、センターさんそんなないと思いますけどね。まあ、エロちゃんはでもどっちにしろギリギリ間に合うくらいだと思います。弁当を使っていた場合、多分キルクールが30秒ピッタくらいだったと思うんで。だからなんか、まあ走っていってると思うんで、エロちゃんが救していた場合。だまあ間に合うか間に合わんかくらいだと思います、エロちゃんが救って。エロちゃん最終どこでした？シャワーの中入ってますっけ？シャワーに、アーカイブからシャワーに入るところです。やはり僕メインか抜けてエンジン武器庫までいけてるので、まあそこでキルはできるかなと思います。あ、いや、だからその前に、そう、金庫とかで、エロちゃんは、まあ何秒かは絶対いるんで、僕と。うん、10秒近くは多分一緒にいるんで、だから間に合う、まあ間に合うか、わかんないですね、いつ離れたかわかんないから。トウヤはエレジエロちゃんローラーであの、どうしようもなくなったら先端、昨夜でケアするぐらいでいいんじゃないかなと思ってますけど。ただ、容疑者位置本当に多いんで、やっぱしない方がいいと思うんですけど。いや、そんな多くないと思って、その2人か二人道ですよね。うん。それは自分は僕、センターさん。了解です。じゃあ、全然いいですよ、俺は、釣られるのは。じゃあ、まあ、2人で釣れるって認識なら全然釣っていただいて構いません。僕、スクープ入れちゃったけどな。あ、まあ、いや、大丈夫です、大丈夫です。一応、あの、釣り止めた時点で、あの、キルペースちゃんと確認お願いします。うん、え、一本釣りこれ？いや、ローラーしたいと。ローラーですよね。まあ、そこは任せます。みんなでシャワー気持ちいいね。皆さんとあれもさ。銀さんも一緒に浴びる？一発。銀さんも否定できるな、さすがに。ゲンさん5秒前ぐらいにいました、シャワーってことは。お土産じゃないのか、エロちゃん。最後右、移動式の床使ったのゾニキさんですよね。あ、待って、違う、アルマです、アルマです、アルマです。アルマさんか。トウヤさん、トウヤさん、あれ待って、トウヤさん、僕ミーティングの上で待機してたんですけど。あ、てか、そうか、2人死んでんのか。あ、2人死んでんの。エロちゃんさんやりがキルしたのかってことはミーティングだったらエロちゃんじゃない。俺はやってないっすよ。てか、ミーティングだったら俺だけなんで、まあ、ローラーしてもらって大丈夫なんですけど。え、サクヤさん、僕ずっと証拠機体のやってましたね。永遠に。あ、じゃあエロちゃんさんで、はい、あ、じゃあ、その他の人の話、あ、ゲンさんの話。シャワーに行った。最終位置どこですか、皆さん。僕、証拠機左ですね、乗って。メインホール。僕、エンジンです。チャンスに、さんじゃない。アルマさんなのかな、あ、僕は多分先端さん目線無理って出ると思いますよ、シャワーにいたなら。エンさんはあれ、あ、どこまで見たっけ、シャワー。え、だってサクヤさんが食器左でオラフ君がそれを見ていて、でオラフ君はエロちゃんと、はい、トヤさんが上に行ってるのを見ているんですよね、はい、そうです。先端さんの情報が死んだと僕死んはゾニキさんしかないです。まあ、アルマさんの目線はシャワー室からどこに移動したかですけど、なんだろう。てか、先端さん目線、僕も無理じゃないですか、先端さんの情報的に。で、僕、先端さんより前にいて、アーカイブの上にいて、で、そこから一緒に入って、ヌーに乗って左に行ってるんですよ。あ、ほぼ無理か。うん。エロちゃん入れました？あ、僕、エロちゃん。僕は絶対エロちゃんさんです。そこではもう、絶対言えます。
さようなら。全員。はい、ありがとうございます。どうなんでしょう。ゲンさんがシャワー室にいたってことで、消火器右側直しに行ったとかってはあるんでしょうか。僕は直しました。ゾネキさんのルート聞きたいです、さっきの。はい、エンジン脇で、で、サクヤさんが左にいらっしゃるのを拝見したので、うん、その後、宿舎前、エンジンメインって言って、メインが最終位置です。宿舎前、エンジンメインって言ってたら、うん、僕と合ってると思うんですよね。サクヤさんが多分そのルートで行ってることを証明してくれると思うんですが、まあ、ゾニキさんを一瞬見かけたかなってぐらいですね、そこにいたのは。サクヤさんが昇降機到着して、で、僕はその左は任せたと思ってなかなか直らなかったんで、宿舎エンジンルームの右まで行ってメイン入るかぐらいだったんですけど、オラ含め前にすれ違ったのかなと。これってでももう価値格だと思うんですけど、先端3視点で僕が白を打てると思ってるので、僕ゾニキさんって終わらなかったら先端3で、メインの一番右の部屋入ったの酒屋さんと誰でしたっけ。あ、僕です、僕です、アルマさんか。で、その後僕が先に右側抜けていってアーカイブのタスクやってたリアクターが鳴ったので一緒に向かって、で、僕がヌンに乗ったって。酒屋さんはヌンに乗ったアルマさんを確認してるんですか。ヌーン動くの見ました。ああ、ゾニキさんつって終わると思いますけどね。先端さんがその情報を出しちゃうと、もうゾニキ先端の順に釣られちゃって負けるんで、まあ、ゾニキさんで終わると思います。あ、アルマさんだったら負けなので、まあ一応落ちてるので確実に。アルマさん確認塗るんですか。ゾニキさん、アルマさんキルする場合ってどういうシチュエーションですかね。なんだろう、右からシャワー室が芯なので、源さんが右の方、はい、昇降機右側の方に行って、だったら先端さんが見るんじゃないですか。そうなるんですか。ちょっと位置関係が分からなかったんだけど。まあ、終わるでしょう。まあ、終わりますやったー。じゃあ、そうです、ファイト。鈴木さん、めっちゃ引きますね。そう、今日初めてじゃないですか。あ、今日初めて。マッチョファイトね。ごめんなさい。ファイト。お土産が噛み合っちゃったのかな。エリエさん釣りまではめちゃめちゃインポスターいいペースだった。そう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 、なんか。いや、面白い。できる人が、うん、ちょっと直すの遅かったから申し訳ねえな。あれですかね、あ、リアクターが。申し訳ねえ。でもはしご鳴った瞬間にリアクターになったかも、絶対お土産入ると思っちゃった。アルマさん、僕目線動機ずれだと思うんですけど、結構後ろにいたんですよね、僕の。あ、そうなんですか。うん、あ、そうなんだ。僕視点だともう並走して一緒にもうドア開けて一緒に走ってました。ああ、そうなんですか。それはしょうがないですね。